夜の SCP-723JP。 アイテム番号 SCP-723JP。 オブジェクトクラスユークリッド、特別収容プロトコル SCP-723JP に指定される範囲は封鎖され、一般人の立ち入りは防止されます。SCP-723JP 自身が人気の多い土地に存在しており、また立地条件的にカバーストーリーのルフが行き届いていない人間が SCP-723JP に立ち入ってしまうリスクを考慮し、SCP-723JP 指定区域周辺にプロトコル、ディクラインが行われ、また日本政府による SCP-723JP 周辺地域への介入が行われました。SCP-723JP 2の現在の所在が特定され次第、財団による確保工作が開始されます。確保の手順については、マナ博士の提言を参考に、複数の機動部隊により合同で行われます。説明 SCP-723JP は、県、市に存在する、商店街、通称、町、を、駅前、口から、川方面に歩き抜けた際に発生する異常現象です。SCP-723JP をこの方向に歩き抜けた人間、以下、SCP-723JP-1 は、その人物が平均的な人間、特に日本人と比した場合に有している身体的、技術的、精神的特徴を一つ喪失します。との程度、範囲の特徴が SCP-723JP の影響下に置かれるかは不明です。SCP-723JP は、偶然 SCP-723JP の異常性の影響を受けたエージェント、シン・ジヨウの報告によって最初に確認されました。エージェント、シン・ジョウは SCP-723JP を歩き抜けた際に、自身が数十年来保有していた特徴のうち、貧乏ゆすり、を喪失し、またそれ以降数回にわたり財団指定された別のオブジェクトの調査のため SCP-723JP を歩き抜けていました。エージェント、新城派4回目に SCP-723JP を歩き抜けた後、彼の恋人に自身の、コーヒーの好み、が喪失していることを指摘され、財団に報告しました。ほい、SCP-723JP 実験記録。実験記録1、日付2012年11月19日。対象 SCP-723JP。実施方法 D クラス職員に SCP-723JP を可能な限り往復させる。1往復ごとに D クラス職員をチェックし、どのような行動パターンが消失しているか、可能な限り確認する。結果24回の往復の後、日が沈み実験の続行には目立つため実験を中断。確認されただけで以下の喪失が確認された。SCP-723JP 実験結果。瞬きの回数、歩き出しの足の出し方、重心のわずかな変化、左寄りの重心が芯中心に移動、呼吸リズム、コーヒーカップなど、水分を補給する際の器の持ち方、嘘をつく際の目の移動、待機中、髪を指で巻き取り、伸ばす動作、財団職員と会話する際、左手で太ももを撫でる動作、食事の取り方、茶碗に米粒を残さない、コーヒーの飲み方、砂糖の個数に対するこだわりの喪失、箸の持ち方の正常化、話し方の変化、どもり気味の話し方の解消。分析 SCP-723JP によって解けされる特徴の選別、ランダム傾向、解けされた特徴の確認、極めて困難。統合博士。実験記録2、日付2012年11月23日。対象 SCP-723JP。実施方法5人の D クラス職員に SCP-723JP を可能な限り往復させる。商店街の商店をカバーストーリー、不発弾、によって全員退避させ、10日間にわたり休憩を挟みながら往復させ続ける。結果インタビュー記録を参照のこと。ほい、ロインタビュー記録、723JP-1-D-4。対象 SCP-723JP-1-D-4。インタビュアー統合博士。付記 SCP-723JP-1-D-4 は全ての実験対象の中で最大の184回の往復を行った。録音開始。統合博士では記録を始めます。調子は良好ですか ?723JP-1-D-4 はい、大丈夫です。よろしくお願いいたします。統合博士、実験前と後で、どれくらい変わったと実感がある？ 723JP-1-D-4 大きく変わりました。
自分の嫌だったところ、気に食わなかったところが一通り消えて、格好だけでも真人間になれたような気がします。東郷博士そうか。ではちょっとしたチェックだ。ここに用意した紅茶に、レモンでもミルクでも、好きなように入れてくれ。723JP1D4 わかりました。対象は紅茶に何も入れず、そのまま飲む。東郷博士、ふむ。以前の好みと変わっているようだが。723JP1D4 そうでしたっけ？多分僕がこんなことになっているのは、今回の実験のせいだと思います。東郷博士そこが疑問なんだ。723JP1D4 はい。東郷博士我々はあれを、特徴を消す、道であると考えている。君に起きている異常は、概ね我々の予想通りのものだ。723JP1D4 はぁ。東郷博士君にインタビューを行ったのは他でもない。君は、もともとは女性だろう。なぜ、僕、を名乗る。723JP1D4 僕は正常ですよ。僕こそが何の癖もない、一般的な人間のはずです。東郷博士そうか。インタビューは以上だ。録音終了。終了報告書さらなる実験を要求する。SCP-723JP の判断基準では、女性であることは特筆すべき身体的特徴であると考えられているようだ。東郷博士。実験記録3、日付2012年12月3日。対象 723JP1D4。実施方法周辺地域を再封鎖。実施内容は実験2と同様。結果前回実験と合わせ、移動回数が278回を数えたところで特筆すべき変化あり。以下に記述。278回目の SCP-723JP-1-D-4 の SCP-723JP の往復が完了した時点で、SCP-723JP-1-D-4 に特筆すべき変化がありました。以下。この段階まで進行した SCP-723JP-1 を SCP-723JP-2 と呼称。SCP-723JP-2 は移動が完了した時点で、同席していた研究員に間に挟まっていた D クラス食塩基を溶かした状態で腕と腹部が癒着していることを指摘されました。この時点で SCP-723JP-2 は必要最低限の会話しかできなくなっており、またその言語選択は限りなく単純かつ変化に乏しいものに変わっていました。歩行、行動のパターンは完全にランダムに変化しており、250回を超えた頃には自身の好み合い死などが徐々に薄れ、自我を失いつつあることが確認されています。同席していた研究員により、実験は続行され、以降の往復において、SCP-723JP-2 は往復ごとに、自らの口蓋、まぶた、両耳、鼻孔、臀部、胸部、腰、の肉体的な特徴を一つずつ喪失していきました。これは、SCP-723JP-2 の特徴のうち、精神面、あるいは行動面での特徴が完全に喪失したことによるものと推測されています。この時点で SCP-723JP-2 はこちらからの質問に一切反応しなくなり、職員の制止を振り切って往復を続けました。実験記録3、2、日付2012年12月3日。対象 723JP-2、実施方法上記同様。結果移動回数が295回を数えたところで、特筆すべき変化あり。SCP-723JP-2 の295回目の移動が終了した瞬間、SCP-723JP-2 は SCP-723JP から突如消失しました。この現象は、SCP-723JP-2 の、日本に存在する、という特徴が喪失したためと推測されています。1時間後、メキシコの財団サイトより、SCP-723JP-2 がグアナファトの街を歩行していることが報告されました。8分後、SCP-723JP-2 はグアナファトの街外れまで歩行した後、再び消失しました。その後いくつかの財団サイト、エージェントから、街中を歩行する SCP-723JP-2 が確認されました。SCP-723JP-2 の、日本に存在する、という特徴のみが喪失した結果、SCP-723JP-2 の位置については、地球上のどこかに存在する、
という特徴に変化したと推測されます。事件記録、723JP1。対象 SCP-723JP2、数分数十分ごとランダムに変異を続ける SCP-723JP2 の捕捉に財団は供与しました。2時間後、日本支部から公式に声明が発表され、実験の即時中断と SCP-723JP2 の捕捉が命令されました。SCP-723JP2 が SCP-723JP から消失してから3時間後、SCP-723JP2 は日本の長野県塩尻に現れました。出現から14分後、SCP-723JP2 は移動を完了し、再び消失しました。この際、付近にいた財団エージェントにより、一部始終の報告が行われました。エージェント、田中の報告。私が現場に到着した時には、ちょうど SCP-723JP2 が国道を松本空港に向けて歩いている頃でした。それの周囲に人影はなく、一般人がそれを見る可能性は低かったと思います。それはもう、D クラス職員用脚も着ておらず、また両足も癒着して、肉でできたボールのようになっていました。私はそれに追いつき、とりあえず財団に報告した後、動きを止めるため発砲しました。しかし弾は、SCP-723JP2 には当たらず、すり抜けたようでした。私は次に、バイクに入っていた網で SCP-723JP2 を捕捉しようと試みました。しかし SCP-723JP2 は網もすり抜けてしまいました。最後の手段として、私は手袋とライダースーツで SCP-723JP2 が衣服につかないように気をつけながら、無理やり SCP-723JP2 を押さえつけようと試みました。私は SCP-723JP2 に触れることができませんでした。何かに触ったような感触もありませんでした。単純にそれは私をすり抜けて、移動を続けました。その時に、私は急に、恐ろしい虚無感を感じました。私の行うすべてが、私の何もかもが歯が立たないなんてことは、この仕事をしているとよく感じることではありますが、その時感じた虚無感は普段感じるようなそれとは比べ物にならないほどでした。おそらくそれが、あれの持っていた異常性であり、また私はあれに触れたせいでその影響を受けたのだと思います。私は何かを考えることも、何をすることもできなくなって、その場にうずくまりました。吐き気も何もありません。ただ単純に、無駄だという気持ちだけがありました。俺は何でもなく、何か特別な存在なわけでもなく、何一つできないデクノボーだという気持ちだけがありました。うぬぼれていたわけではありません。ただ自分には何事もなすことができないのだというアイデンティティの破壊と、虚無感だけがありました。SCP-723JP2 はさらに1時間後、別の町にて移動を行った後、地球上から消失しました。この現象は、SCP-723JP2 の、地球に存在する、という特徴がさらに消失したか。あるいは、我々の次元に存在する、あるいは、視覚的に認知できる存在である、などの特徴のいずれかを喪失した結果であると推測されています。以降、その存在は確認できていません。